はい、皆さんこんにちは。今回はですね、折れたヤスリに熱処理加工をしまして、カービングナイフを作ってみようという動画です。初めて行うなんちゃって焼き入れなので、うまくいくかどうかは分かりません。はい、ちょうど真ん中あたりでポキンと折れたヤスリです。一応加工前の硬さを確認しておきます。当然ですけれども、ヤスリではとても削れません。全く歯が立たない状態ですね。カチコチです。はい、まずはですね、焼きならしという作業をします。これは鉄を柔らかくして作業しやすくするためですね。耐火レンガを使って簡単な囲いを作ってあります。はい、火力が弱いので全体を熱くするのに少し時間がかかりました。このままゆっくりと冷ましていきます。まだほんのりあったかいですね。すいません、ピンボケしちゃってますけども、ヤスリで削れるぐらいの硬さになりました。はい、金の子でも普通に切ることができます。はい、この段階である程度形を作っておかないと、後でものすごい苦労することになります。この後は焼き入れと焼き戻しという作業に入ります。はい、水で冷やす水冷と油で冷やす油冷というのがありまして、私は油冷の方をやってみました。こっちの方が失敗が少ないということを聞きましたので、あらかじめですね、油を少し温めておきます。約90度まで温めました。今こうやって見てみますとですね、焼き鳴らしの時と比べて炎がちょっと弱いですね。バルブの開きが足りなかったようです。はい、うまくいったかどうかわかりませんが、ちょっと温度低かったかもしれない。
はい、試しにちょっとヤスリを当ててみますね。なかなかちょっと微妙なところですね。削ればはしないんですけども、傷はつくみたいな感じです。もうちょっとちゃんと検証してみますね。はい、このヤスリのコードを60と想定して、他の刃物と比較していきます。まずは普通の叩きのみですね。刃裏がベタ裏になっちゃってますけども、それは置いといて、これはですね、かなり硬いのがわかります。全く歯が立たない感じですね。少し傷がつく程度です。続きまして、バナジウム鋼のベントガウジ。こちらはですね、メーカー公表のスペックで、硬度57から58となってます。こちらはですね、簡単に傷がつくし、なんとか削れるという感じでした。最後にですね、改めてこちらの刃物にヤスリを当ててみます。感触としては、ベントガウジよりやや硬いかなという感じでした。硬度で言うと59あたりでしょうかね。とりあえず刃をつけてみますね。はい、切れるようにはなりました。ハンドルを作っていきます。これはジグソーの刃を削ったものです。この後ですね、プチ耐久テストをやってみました。手持ちの端材から硬めのやつをいくつか選んで、正味1時間半ぐらいですかね、ちょっと削り込んでみました。結果はですね、刃持ちすごく良かったです。切れ味は落ちなかったし、刃こぼれもなかったですね。もっと早く切れなくなるかと思ったけど、これは嬉しい誤算でした。はい、今回の動画はここまでとなります。うまくいくかどうかちょっと不安だったんですけども、結果的にはですね、実用に耐えるいい刃物ができたんじゃないかと思います。今回の焼き入れは成功したと言っていいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。